国の皆さん、こんばんは。福岡県のギャラリーのろぺこです。今日ものろぺこ嫁とのどめちゃんのどうでもいい雑談話です。こごめちゃん、昨日は夜遅くなっちゃってごめんね。私ずっと待ってたんだわ。で、帰ってきた後で遊ぼうと思ったけど割とすぐ寝ちゃったでしょ。皆さん、そうなんです。昨日は夜中の3時過ぎぐらいまでお店いました。でも今日はたくさんマスクも届いたので、ちょっと店内のマスクの様子をご紹介していきます。ちょっと色味悪いですね。いっぱい入荷してますよ。今日もいろいろ入荷してきました。鍵しっぽさんのとかも入荷してます。そして明日はこの葉さんが入ってくるっぽいです。だいぶ少なくなっちゃってるんです。マリリさんも今日入荷してきてます。そして初登場で稲見工房さんとかも入荷してますよ。まだちょっと綺麗にお店終わって並べてないのでぐちゃぐちゃしてるんですけど、こんな感じです。だいぶ揃ってきました。昨日の夜中の3時ぐらいにのろぺこ旦那が店内きれいにしてくれてたんですけど、ちょっと動画を撮影してみました。で、本当は作家さんの方にこの後続きの動画もお見せする予定なんですが、お客さんの方にもちょこっとだけお見せしちゃいます。いつもこんな感じで閉店したらお店の中きれいにしてるんですけど、こだわりが強いのろぺこ旦那、なんか夜中3時でも全然終わりそうにない気配。写真撮りようと。動画。作家さんのメルマガのやつにしようかなと。なんで？どうして？やばいこと口まずいな。何それ？なんじゃそれ。あたちとマッチンとオニくんのために頑張ってるんだわ。そうそう、猫たちを育てていかないといけないので人間は頑張ります。ところで今日お店に来る途中ちょっと思ってたんですけど、こんな時期でもマスクしてない人ってやっぱちょこちょこ見かけますよね。で、男性と女性どっちがしてないのかなと思いながら自転車で来てたんですけど、割と男性の方の方が今日は多かったですね。あとご年配の方が意外とマスクしてないんだなって思いながら来ました。でもこごめちゃん、猫でも思うんだわ。何を？なんかさ、マスクってその人が病気にならないようにしてるんじゃなくって、他の人にもうつさないようにしなくちゃいけないからつけるんじゃないの？そうそう、そうだよね。あたちでもちゃんとその辺理解できてるのに。だってあたちっててうさぎ。はいはい、わかりました。天才こごめちゃんだね。そうよ、あたちってなんでも知ってるんだわ。そうだね。今の時期は人にうつしてもうつされてもダメだから、ちゃんとつけた方がいいよね。それでお店のマスクってどんな感じなの？お店のマスクなんですけど、今日もたくさん届いたんですけど、明日の日曜日も何人か到着する予定です。前は作ってくれる作家さんが 4,5 名だったのかな。で、週末になると結構品薄になっちゃってたんですけど、今少し作ってくれる作家さんが増えたので通販の方でもちゃんとご紹介していけそうです。通販の方、今までは夜中だけ公開して昼間非公開にしてたんですけど、数日前から終日公開という形に切り替えてます。そして白のマスクとか、あと男性用のマスク、入荷たくさんありそうなので、そちらの方も皆さんに頑張ってご紹介していきますね。で、あとちょっと動画の方でご説明しといた方がいいかなっていうのがあるので、ちょっとついでにお知らせしておきます。マスクカバーっていうのがあって、こちらの方を近日ご紹介したいと思ってるんですが、これ
中がこんな感じで使い捨てのマスクになってるんです。でそれにカバーをするじゃないですか。でお耳のところはこの使い捨てマスクの紐を使います。そしてこれ意外とこんな感じで広がるんです。市販の使い捨てマスクを再利用して繰り返し使えるマスクカバー、こういう使い方をするもんです。ちょっと動画の方で説明しないと分かりづらいかなと思ったので説明をしていきたいと思ってます。でサイズは2種類あります。横に長いタイプとちょっと短め。サイズの方はまた通販のページで詳しくご紹介をしていく予定です。それと今日マリリさんの納品の中にいくつか入ってたんですけど、スムースニットマスクっていうマスクだそうです。これ形がですね、これサンプルなんですけどこんな感じで四角い形です。で後ろもこんな感じ。多分これキューって引っ張ってもらったら自分のサイズに合わせてちょっと立体的な感じに調節できるマスクですかね。結構男女問わず使えそうな感じです。たまには早く帰ってきて私とたくさん遊びなさい。そうだね、こごめちゃんとあんまり遊んであげれてないもんね。昨日はこごめちゃん爪研ぎを買って帰ったんですけど、すっごくお気に入りになってちょこちょこと爪研ぎの上で爪研ぎやってました。明日は日曜日で、そして月曜日と火曜日はのろぺこお休みなんで、休みの日はちょっといっぱい遊んであげようかなと思ってます。であと今年のゴールデンウィークなんですけど、今年はお休みせずに普通に月曜日と火曜日だけお休みにして、あとは開けておこうと思います。マスク買いに来られる方まだまだ多そうなので、そのようにしたいと思います。であと5月の10日日曜日なので、5月の10日も通常通り営業したいと思います。じゃあみんなお外に